なんかすげえおしゃれな文字がいっぱい書かれとるね。この飲み物すげえおいしいんだろうね。あら、おしゃれやな。どうも皆さん、こんにちは。坂太郎でございます。なんかおしゃれで美味しそうな飲み物があったんで、買ってきたんでございます。今日ご紹介する商品、こちらです。世界のキトチェーン、トちゃん。なんなんこれ、ボって書いてあるんか、読めんわ。なんじゃろか。奥さんどうしよう。どうも奥さん、こんにちは。奥さんみたいな古い人ならこれ読めるんじゃないかね。奥さん、うちあれよ、速タッチつけてから小学校行きよった時代の人じゃっけね。何紹介しよう。ちょっと洒落たもん買うとるじゃが、これおしゃれじゃね。おしゃれな文字がいっぱい並んどるけ買うたんじゃけど、なんか草書みたいなね、崩し文字で書いてあるんだけど、なんな。これ奥さん、これ筆記体よ、筆記体。未確認飛行物体？これどうやって読むんか教えて。これあれじゃない、業界人のようなおしゃれな人が飲む飲み物じゃけ、一般人には読めまん、これ普通。ほーよ、奥さん、うちもね、もっと業界人じゃけギリギリ読めるけど、奥さんには無理だろうね。奥さん、業界人じゃった。うち舞台のね、演出しょったんよ、演出。小川の舞台の演出ちょっちゃった。学習発表会の花咲かじじいの演出しょったんよ。奥さん、花咲かじじいの演出、は、声、花咲かしょったんよ。でもギリギリ業界人じゃけ読めるけ、ちょっと教えてあげや。よう耳の穴かっぽじってから聞いときんさいよ。かっぽじったけ言うて、これね、改正の人気から、改正の人気から、推しのツルフ、なしよ、ソルティ、オンリー入り。うわぁ、すげえ奥さん、業界の人じゃったんじゃ。うち、なんとか言えそう。で、世界のキッチンから、塩とフルー、ドレーヌ岩塩一つまみ、用なし、ソルティだね、これ。うちのね、あの人もね、業界におったんよ。ちょっと読んでみるき。あんた、ちょっと聞いて。元プロデューサー、ゲーハーの K 本一でございます。